はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第198回でございます。今回はテーマが当たり前ができないというちょっとね、重い話、重いかな、まあ、なると思う、きっとそんな話です。であとはね、テスト配信ありがとうございましたというお礼とお願いの件、よろしくお願いしますというちょっと別動画の話なんですが、そのお願いする形で終わりますので、よかったらお付き合いください。では、で今回はですね、なんでこのテーマかっていうと、これ、まあ、相談というお願いですね。保護者の方からメールをいただきまして、ちょっと、まあ、こうこうこうっていう話があってね。で、こういうテーマ、まあ、テーマというかこういう話をしてくれませんかっていうものをいただきまして、それで喋っております。で、伝えたいこと何かっていうと、先に言おう。何かっていうと、当たり前ができなくてもいいんじゃないっていうことが伝えたい。いい？まあ、ちょっとラフな言い方になってるけど、今は。でね、まず、当たり前って何っていうとこだよね。まあ、聞いてくれてるみんながさ、いや、これ何を言ってるのっていう感じもすると思うんで、例えば、まあ、みんなにとっての当たり前、まあ、A 君にとっての当たり前と B さんにとっての当たり前、例えば俺にとっての当たり前っていうのはもちろん違うんだよね。人によって違う、そこの認識というか、まあ、違うことはまあ大前提にあるんだけど、じゃあなんだろうな、例えば人とのコミュニケーションができる、できないとかね。学校に行く、行かない。まあ、不登校の子ももちろんいると思うんで、で、その保護者の方はお子さんが不登校なんですよ。で、それで、まあ、その相談があったんですけど、やっぱり一般的に不登校、学校に行けてないっていうことは、できない子とか、弱い子っていう認識をされます。が多いですね。大いにされる、そういう認識を。で、そうなるとですね、まあ、自分不登校の方がね、こう、勉強動画見てくれてる方もすごく多くって、で、メールいただいたりもするんですけど、やっぱり往々にしてあるのが、自分って何もできないんですよっていうところに行き着いちゃうんだよね。本人も周りもそう言うけどさ、結構そうで、その当たり前ができないっていうところに持っていっちゃう。みんなができることね、学校に行くっていう当然できるはずのことっていうニュアンスだよね。それができないから、自分は無能ですよと、将来何もできないですみたいなね、になるわけですよ。で、まあ伝えたい方はそんなことないんじゃないっていうことが伝えたいわけですけど、で、まずね、じゃあ、例えばさ、俺もね、当たり前なことができないことが、まあ、あるわけですよ。で、当然それが、いや、いいんじゃないですか、できなくても。って思う人もいれば、マジっすか、それまずくないっすかっていう人もいるわけ。で、いっぱいあるんだけど、例えばね、ちょっとね、ピンときにくいかもしれないんだけど、例えばみんな眠いとき。あるよね。授業中眠けたりするときあると思うんだけど、で、授業中寝ちゃダメだよ。ダメだけど、ま、でも寝てもさ、別にそんな大きな被害は出ないでしょ。まあ、ちょっと通知に響くぐらいでさ、あとは怒られるとかね。で、俺、眠くなった時に、本当にちょっと仮眠を取らないと何もできなくなっちゃうの。これ仕事においても。で、それね、俺本当に病気なんじゃないかっていう、ずっと昔から悩んでて、それ。眠いの我慢できるでしょ、基本的に。例えばさ、絶対寝ちゃいけない場面。で、我慢できると思うんだよ。こう、つねったりとか、いろんなことをするかもしれないけど。でもね、俺、ダメなんだよね。いや、我慢、いや、大人になってというか、この年になってさ、32やからさすがに、年を重ねるにつれて、だんだん良くはなってきたけど、社会人1年目とか、まあ、20、まあ、大学の時もそうなんですけど、だから何か寝ちゃいけない場面がある時は、絶対に、前日はちゃんと寝るし、行く直前にちょっと仮眠してから行ったりしてたの。じゃないと寝ちゃうから、眠くなった時もどうしようもできなくなっちゃうのね。そう、ポンコツになります、本当に。っていうのがあって、で、すごく悩んでた。これもう本当、みんなあんま伝わんないかもしれないけど、本当に悩んでて、これは。で、例えば社会人になるじゃん。俺、教員免許も取ったけど、教員採用試験受けずに、一般企業に受けようと思って就活したからさ、その時に、まあ、企業の、当たり前だけど、会社でさ、眠くなったら寝るなんて、無理じゃん。で、うちらの就活し始めた頃に、まあ、ベンチャー企業って言って、まあ、こう、なんだろう、ちっちゃい企業とかは、結構ね、そういうのがね、ゆとりじゃない。なんつうんだろう、フレックスにやってくれるというか、そういう休憩場所とかを設けてる会社とかも結構あったの。と眠い時に寝ていいんですよ、うちの会社は。その方が仕事効率上がるんで、みたいな。でもやっぱり大きな会社はそうもいかなくて、で、それがずっと引っかかってた。就職して、眠くなって怒られる。もうその未来が見えるみたいな。になっててね。で、結局、最初に勤めた会社営業マンだったから、営業って外回り、自分で運転して、
うちも一軒一軒ピンポン押して怒られる仕事をしてたから、ピンポンって、こういうの紹介してまーすって、うちはいらないよ、バカみたいな。警察呼べよみたいなね。そんなの毎日言われる仕事をしてたの。で、辛かったけど、でも、外で運転してるから休憩いつでも取れるわけ。好きな時に。コンビニの駐車場にちょっと止めてもね、止めさせてもらって、ちょっと寝るとか。ができたから、まあもちろん、営業マンをやるっていうのは、先輩にね、一番きつい仕事って何ですかって。で、就活というか、就職するのは、いずれ、教育に戻ってきた時、戻ってくる時までに自分がレベルアップしたかったの。とにかくレベルアップがしたかった。だから、一番辛い仕事なんすかって言ったら、飛び込みの営業だよって言われたから、それで探したの。で、それでまあ就職できて、たまたま、あ、それだったらいつでも寝れるじゃんって思って、すごい安心して仕事してたのね。本当に。そういった意味では。ただもちろん、ちょっとドクターストップがかかっちゃって、持病のがね、悪化してしまって、ダメになっちゃったんだけど、で、塾講師になってっていう流れになったのね。で、まあ話がだいぶそれましたけど、こう、不登校の方にしてみても、自分をね、ダメダメって思う気持ちはわかります。自分をすごい思ってたから。そういった意味で。で、もちろん他のコミュニケーション能力とか、他の面でもいろいろあったわけ、俺も。できないこと。今でもあるよ。当然ね。うん。あるけど、でも、俺は不登校学校に行けてないことが無能だとは思わないし、例えばその不登校の理由がいじめだとします。ね。いじめられて学校に行かない。これを逃げるって表現する人いるんだけど、どこが逃げてんだと思うんだよね。いや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 、当然でしょそんな。なんでさ、学校で嫌な思いするのに行かなきゃいけないのっていう発想でいいと思うんだよ。自分は中学の時にいじめを受けてて、まあいじめ受けて、まあいいね、いじめを受けててさ、で、俺は、その当時、もうなんつうんだろう。なんでこいつらのために俺は登校拒否しなきゃいけないのって。なんでこいつらのためにっていう方の発想がいっちゃったから、だから、登校拒否せずに3年間卒業したよ。中学行ったけど。でも、それが正しいとは思ってないもん。うん。だから、ぜひ、そのね、まあ、登校拒否だけじゃないよ。それだけじゃないんだけど、周りができるのにこれができないっていうことはあると思います。一人一つは最低あるんじゃないかな。でも、それをね、悲観しないっていうのは、俺すごく大事だと思う。この年になって振り返った時に。そう、それをすごく伝えたい。自分も今できないことはたくさんあるよ。例えば、まあ、YouTuber やってるから他の YouTuber さんにできるのにできないことなんてたくさんあるわけ俺は。でもそれをもし無能無能って言ってしまったら自分のこと信じてついてきてる子に失礼でしょ。俺がさ、俺無能だよね、ごめんね、無能だよねって言ってたらさ、そう、だからそんなことは思わない。自分には自分にしかできないことがあるの、きっと。それがみんな見つかってないだけなんだって。まだいい、まだ何歳か分かんないよ、聞いてるみんなが。中学生か高校生か大学生か社会人か分からない。もしかしたら俺と同じ年ぐらいの方もいるかもしれない。でも自分にしかできないこと、まあ自分にしかできないって言ったらちょっと大きいね。自分だからこそ頑張れることがあるんだって。で、それを見つけるためには、これは学校に行く行かないとか、その当たり前のことができるできないの話じゃなくって、足を止めてたら見える景色は変わらないんだよ。そっから何も変わらない。やっぱり足は動かさなきゃダメ。それは学校に行くっていうことに足を動かすんじゃなくて、学校に行かないんだったら、じゃあその分何か違う時間がねできるわけだから、じゃあ何か違うコミュニティに参加しようみたいな、やってみて、今まで見たことない景色を見てみる。で、一回見てみて、あ、この景色ダメだわって思ったらやめたらいいんだって。やり直しなんていくらでも聞くよ。そう。だから自分の生き方、今生き方がね、自分がもうダメだダメだと思う方いっぱいいると思います。特に学生の時っていうのは。でも、あまり自分をそうやって痛めつけない。いい？できないことがある。あるかもしれない。そこに目がいってるかもしれないけど、まだ気づいてない。まだ発見できてない、今からみんなが輝くことっていうのが、いずれ出てくるから。で、それを見つけるためには、やっぱりいろんな景色を見て、いろんなことを知って、いろんなことを感じて、生きていってほしいなと思います。はい。ということで、それを伝えたかったです。はい。なんか伝わるといいね。うん、嬉しいけど、それだったら。で、あと下ですね。で、昨日かな、昼間にですね、YouTube ライブをやらせていただきました。携帯からの生放送どんな感じかなってことで試しにやらせてもらって、ゲリラちょっとやったんですけど、すごいね、数の方に来てもらって、まあ、自分のね、自分の配信としてはすごい数の方に来てもらって、で、コメントもね、いっぱいしてもらって、全然拾えなくて申し訳なかったんですが、本当ありがとうございました。で、まあ、アーカイブ残そうかなとも思ったんですけど、まあ、テストでやったものなので、すぐアーカイブは消してしまってます。なんで何も残ってないんですが、本当にね、ご参加いただいた方、ありがとうございました。で、もう一個です。この動画の後、ダラダラジオの後にですね、お願い動画が上がってると思います。ちょっと今撮ってないんで、もしかしたら翌日になってるかもしれないんですけど、で、あそこに、
相談をちょっと募集するっていうのをやってます。で、これはまあネタ要素があってもいいというもので、勉強、恋愛、友人関係、家族関係、バイト、でも何でもいいんです。そう。ちょっと相談を、なんか悩み相談というか、をね、募集してますので、このダラダラジオ、この動画のコメント欄はちょっと読まないとか使わないんですけど、もしよかったら、ある動画で使いたいものなので、ぜひそこにね、参加してもらえたらと思います。で、その動画でも話してますけど、もちろん目に触れてない、自分がこの人が書いてるんだって分かってほしくない方もいると思いますので、いつも通り、メアドの方にね、送ってもらっても構いません。で、使う使わないというか、まあ、採用するかしないかはちょっとね、まだ、ここでははっきり言えないんですけど、まだ全部は採用できないと思うんですが、ちょっとあるものに使わせてもらおうと思ってます。ふざけたものに使うとは思ってないんですけど、あるものに使おうと思ってますので、ぜひご参加いただけたらと思います。はい、ということで、今回はハイチのダラダラジオ第198回、当たり前ができないというテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。でですね、199です、次回は。で、そこはまあ普通になんかやるんですけど、で、200回の時に、生放送をやろうかと思います。で、まあダラダラジオ生放送でしたいなと思ってるんですが、いつものこの、まあ、日曜の8時の時間やと、まあ、子供が起きてるので、ちょっと厳しいかな。で、時間がずれると思います。ただ、まあ、それはアーカイブ残すんで、後で見れるとは思うんですけど、来週のダラダラジオの時には、この時間にやりますっていう告知ができるように、で、もしくはできなかった場合は、ツイッターの方で告知しようと思いますので、もしよかったら、生放送多分その1回きりかな。シリーズにしようとは思ってないんですけど、1回やろうと思ってますので、もしよかったら、そちらの方もぜひね、ご参加ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。